これ見ればもう一発でこの今日のタイトル解決できるんじゃないかなという、広報に関するお話をしたいなというふうに思います。どうもこんにちは、ギャラクシップスのカズです。最近ちょっと不真面目動画も多い中お付き合いいただきまして本当にありがとうございます本当は本業はですね、真面目に出版社をやっているのでですね、まあ日々出版のご相談というものにお答えしていくんですけども、今日はようやくちょっと真面目な回というか相談に答えようかなという、まあこれ見ればもう一発でこの今日のタイトル解決できるんじゃないかなという、広報に関するお話をしたいなというふうに思います。でこれ本を出した方向けの動画ではあるんですけども、実はこれ広報に関して僕この台本というかね、どういうことを喋ろうかなと思った時に、自分の事業サービスを持ってる人もこの考え方絶対大事だよっていうことはお伝えしたいなというふうに思うので、まあうまくこう応用してもらえたらいいのかなというふうに思っております。よかったら最後まで見ていただきたいのと、グッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いいたします。まあ早速今日はね、広報のと言ってるから、まあ、出版後の話かなと思いきや、今執筆してる方、この人らもいずれ出版するからね、その時この考え方持っててねっていうので絶対にチェックしておいてください。ということで今日のトークテーマはこちら、出版後の広報が上手い人の特徴3選というお話をしようかなというふうに思います。まあ3選ですので、1つ目2つ目3つ目とで最後に番外編、結局こういう人って上手いよな、広報上手よなっていうお話をしたいと思いますので、淡々といこうかなというふうに思います。ということで一つ目、出版後の広報が上手い人の特徴3選。一つ目、微熱でコツコツとできる人。もうこれはもうどの事業でもそうかもしれん。何でもそうかもしれへん。まあ出版の広報だけに限らず。出たよっていう時はみんな熱量高いんですよ。なんでかっていうと、今まで長い時間かけて、文章を書いて、構成して、表紙作ってって、こう、温めて、1年かけて、2年かけて作った本が出ましたよ。ほら、嬉しいんですよ、みんな。ほら、みんな、拍手です。みんなもう、嬉しい言うてくれるんですけども、その時がもうピークなんですよ。出ましたよがピークで、そこで、出たよっていう宣伝はするんですけども、その熱量が高すぎるあまり、もうそこから続かないんですよね。もう右肩下がりになっていくみたいな。これはあんまり良くなくて、広報って何でもそうじゃないですか。微熱でずっと広報し続けることが大事だよねと思うので、あまり熱しやすく冷めやすいっていうタイプの人、これ多いと思うんですけども、その感覚を広報に持ち込んでしまうと、全然届けたい人にも届かないんじゃないかなと思うので、僕はもういろんな著者さんと絡んでいて、広報上手やなっていう人は、もう微熱でコツコツやってはります。なんかね、スピード感遅くてもいいんですよ。販売期間が、まあ長ければ長いほど時間はあるので、特にギャラクシーブックスなんて永遠に販売できるって言っている以上、別に急いで広報しなあかんわけでもない。もうコツコツ微熱でやるっていうことがめちゃくちゃ大事かなと思うのが一つ目に挙げさせてもらった広報が上手い人の特徴でございます。続きまして、広報が上手い人の特徴3選。二つ目、A と B の掛け算ができる人。これはなんか難しいように今表現しちゃいましたけども、A と B の掛け算、これができる人はうまいなと思います。わかりやすく説明すると、まあ本、一冊の本作りました。で、本出ましたよーっていうのはもうこれは A だけの宣伝じゃないですか。と、もう一つ B と掛け合わせた宣伝をする。めちゃくちゃわかりやすく言うと、SNS なんかそうかもしれない。本と SNS。で、これをもう少し掘り下げると、本と動画配信、本とライブ配信、本と SNS の文章の投稿とかって言って、まあ毎回する必要はないんですけども、まあ定期的にライブ配信される方、動画を収録して YouTube とかで上げられる方とかやったら、毎日この本の話をする必要はないんですけども、しかも出たようじゃなくて、本に書いてるこの話をちょっと動画で膨らましてみようとか。で、この動画が面白かった人はよかったらこの本に全部載ってるんでとかっていうこの掛け算ですよね。本かける〇〇をうまくもうなんかね考えるというかもう自然とできる人強いなと思いますね。でこれねビジネスでも一緒で、もう今ってもう
他者競合だらけじゃないですか。その中でもなんか今よくあるのが、カウンセラーさん、カウンセラーさんもすごいお仕事でも、カウンセラーっていう名前だけではなくて、カウンセラー×〇〇とか、カウンセラー×〇〇×〇〇っていう人めちゃくちゃ多いじゃないですか。でこれが個性だったりとか、うまく掛け算をして自分だけのポジションを取りに行くっていう考え方なんですね。まあ、うちで言うと出版社×コミュニティ、著者仲間とかさ、イベントとか、情報発信、ボランティア活動とか、いろいろ掛け算でこう組み合わさっていくじゃないですか。これを本も一緒なんですよね。本もどこで掛け合わせてやるか、まあ、イベント×本なのか何なのかっていうのを掛け算をしていくことで息長くねできるとうまいなというふうな著者になれるんじゃないかなというふうに思います。続きまして、出版の広報がうまい人の特徴3選3つ目、巻き込み力がある人でございます。これは僕もいろんな著者見てて、もうこれはね、僕どこでも言ってるんですけどね、もう今個人戦ってきついじゃないですか。もう何でも職種問わずね、個人戦で勝っていこうというよりも、どっちかというとやっぱチーム戦で、うちなんかはね、著者さんたちってもういろんな異業種の方じゃないですか。もうそれこそ占いの方がいれば、コミュニケーションの方がいれば、病院の先生がいれば、いろんな方がいてて、でそこで決して対立をすることもなく、うまくこう繋がっていくっていう文化がちょっとずつギャラクシーブックスってリアルでもネットでもあるじゃないですか。でそんな中で一人で戦おう、一人で全部利益を取ろうじゃなくて、みんなでシェアしよう、みんなでチーム戦でやろうっていう発想をまず持つ人は強いなっていうのと、そういう人こそ巻き込み力がめちゃくちゃ強いんですね。一緒になんかやりましょうよって言える人で、言うためにはその人の人柄とかね、あの常日頃の発信にも関わってくるんですけども、それがうまくできる、巻き込み力がある人は広報がめちゃくちゃやりやすいはずで、もう一つ、巻き込み力私ないんですと、苦手ですって言うんだったら、巻き込まれ力、巻き込まれに行く、あ、それじゃ参加します、今で言うコミュニティって言葉いろいろあるじゃないですか。でコミュニティで自分で作ろうと思ったら大変なんですよ。でも仲間は大事だよねっていうのは分かってると、じゃあ自分で作るんじゃなくて、もう今ある輪に入ればいいんじゃないっていう、この発想で、そこって全然僕いいことやなと思っていて、まあその異業種だろうが同業種だろうが、その周り仲間を作るっていう感覚は持ち合わせといて損はないんじゃないかなというふうに思います。これはもう本だけじゃないですよね、事業にも言えることかなとは思うので、巻き込み力、まあもしくは巻き込まれ力、これはめちゃくちゃ大事だと思うんで参考にしてください。まあ、ここまで1つ2つ3ついきましたら、最後番外編いきます。候補がうまい人の特徴3選番外編、愛がある人です。急になんか具体性のないキーワードなんですけど、結局でもね、本の宣伝ってね、自分が生んだもんじゃないですか。自分の書籍、自分の子供と思って、ずっとこの愛する力がある人っていうのは、広報をしようとかっていう発想ではなくて、愛し続けよう、愛すためには自分で育てないといけないよねっていう考えを持ち合わせてる人は、生き長く広報がうまくできているはずです。もうそこにもう幸せを感じてる人、本かわいいって。でもこれはね、僕いろんな著者見てきてめっちゃ思う、愛がある人は強いし、広報も生き長く、何年経っても何年経っても自分の本をうまくひょこひょこっと出して広報宣伝活動をされてるなという感覚になることが多いかなというふうに思います。ということでまとめます。出版の広報がうまい人の特徴3選、1つ目、微熱でコツコツできる人、2つ目 A と B の掛け算ができる人、3つ目巻き込み力がある人、4つ目番外編、愛がある人、というふうなまとめにさせていただこうかなというふうに思います。これ本当に多い質問相談ですので、まあ、こういう考えをまず持ち合わせようと、そうすることで今やってる事業にも役立つし、まあ、自分の方の宣伝とか自分のサービスの宣伝にもなると思いますので、結構これは大事な4つかなというふうに思いますので、参考にしてください。今日は最後まで真面目にお話ができました。お付き合いいただきましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。ギャラクシップのカズでした。また。